逆によそで修理されて、はい、修理から帰ってきてすぐ爆発したんだけどって言って持ってったら、逆によそで修理されて、はい、修理から帰ってきてすぐ爆発したんだけどって言って持ってったら、要は最後エイジングしないんですか。いや、エイジングしないですかねと思ったんですけど、あの要は直列でよく一番高いところに350の200マイクロファラットとかこう直列でつないでるのが逆についてて、でそれでやっぱ中も見事にいろんなものが弾け飛んでて、電解液がね、電解液とその綿みたいなのが入ってるんじゃないですか。あの綿がアルミのこういうやつ、アルミのこういうのが全部ビヨーンって出てて、メサブギーのマーク2でしたけど、いやこれはあかんでしょうとか思って、でもまあ誰もがミスするしな、でもエイジングしなかったのかなって思って、まあ直してこう事情説明してお客さんにしたら、だいぶ憤慨してましたけど、あの店はみたいな感じになってましたけど、そうなんですよ。で実際うちもエイジングってしてて、今この修理上がりどっちもですけど、最低2時間から3時間入れっぱなしと、あとルーパーで音出して音量下がらないかとかって出してますね。それやったら大体コンデンサー逆についてたら、うん、まあ服じゃないですか、漏れなく、はい、うん、っていうのはありますね。やっぱりそういうのしないとちょっと怖いんで、怖いですね、うん、長いとこはもっと長くやってると聞きますけど、ちょっとさすがに一晩つけとくとかは怖くてできないんで、ね、ていうとエフェクターとかはそんなでもないですけど、アンプはやりますね、必ず。まあ、トランジスタアンプだったらそのフルにはできないので、結構音源流してとか聞けましたね。あ、やっぱり、結構しばらく経って数時間後にブツ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 って何だろうみたいな、言いますよね。言いますね。出ますね。ブツブツバソ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 ゴンとか。トランジスタがなんか死にかけだった。あ、ありますよね。ノイズ吐き始める頭ってありますね。初心空間より後になって出ますよね、トランジスタ。そうなんですね。真空管の方が割と早く不具合が出るというか、結構そのお客様がノイズが出るっていう表記だけでこうやって入ってきた時に、ああでもこのノイズだろうなと思って、ガリだったりとか、その顕著なガリがあるんですけど、直した後にエイジングしてると最後にそのがブツブツブツってきてっていうのがあります。あ、でこっちだったか、こっちだった、これのこと言ってたんだろうな。うちだと割と電話でそういうの受けられるんで、うん、ノイズが出ますって言われたらどんなノイズですかって言って、単純にその G とか ブー とかザーとかバリバリとかでいいんで、ご説明いただけますかって聞いて、で、あ、バリバリ言います、あ、じゃあ分かりましたって言って、大体ノイズが出ますって、あのこれはお客さんあるあるなんですけど、聞かれると、まずノイズが出ますいくらですかって聞かれるんですよね、大体、お金いくらありますかって、ノイズが出ます真空管ですかとか聞かれるんで、いや、ちょっと待ってくださいって、どういうノイズですかって聞いて、でこの場合だったら、まあこの機種だったらこのぐらいだけど、見積もりは別で出すので、ちょっとそれまで待ってくださいっていうことが多いですね。結構症状でね、意外とこういうあの故障だろうっていうのがおよそ予想がつく。そうですね、やっぱ数こなしてる機種だと、その起きるポイントって想像つくんで、そこで説明とかいろいろ提示はできるんで、いっぱい修理してるものが即答できるんですけどね、でもやっぱちょっと触ったことないものとかだと、ちょっと可能性の話ですけどね、みたいなことを言ってっていうところですね。と、そう、真空管ですかの次に聞かれるのがトランスですかって聞かれることって、でもトランス死ぬって年間たくさん預かってて、確率論で言うと100分の1以下なんですよね、トランスの故障ってあるにはありますけど、電源入れてなんかヒューズ変えてもすぐ飛ぶってんだったら電源トランスかもしれないし、そう、で出力トランス死ぬと音が小さいんですよね、大抵音出るんだけど音がすごく小さいとかっていうんだったら出力トランスの可能性ありますねとかっていうところで、ただそれは本当に同じ機種でも何パーセントっていう世界ですねっていうのをよく言いますね。あ、で、あとフルテンで鳴らしたからっていい音がするかっていうと、ちょっとそこはねまた別の話なんですけどね。パワーさんがある程度ね歪んだ音っていうのはかっこいいと思うんですけど、でもあのあれだけじゃないじゃないですか、実はパワー感も歪むんだけどスピーカーも歪むんで、そのスピーカーの歪むのはちょっとシミュレーターだと再現できないですよねとかあるし、
そう、そういうのがあるんで、だからちょっとまあフル展にはしないでねっていうのはよく言ってますけどね、うん、そう、あれいらっしゃったから分かると思うんですけど、はい、シリーズ出た時もなんかトラブル多かったって聞きました。あの時いたんです。あの時いました。いました。あの時も結局アテネーターつないでみんなコントロールするから、はい、余計それで目いっぱいベッて上げるから、はい、飛ぶって多かったですね。そうなんです。まあ、今も今だとよくあれをやってます。あのスタジオヴィンテージシリーズ、うん、あの 20W の、はい、あれマストつけてますね。あれやったら依頼来ますね、うんうん、あれでかいですからね結構と。そうです ね、20W って言っても歪ませて使うの無理ですからね普通に、うんうん、結構あのコネクターが古くなると悪さしてくるんで、はいはい、コネクターやめて直結にしたら治りましたとかっていうのが多いですね。結構この人板バネなので酸化してしまうので、やっぱ弱いんですね。弱いですね。だからよくやってます。あのリージャクソンがやってたアンペグとかだと、はい、YouTube でリージャクソンさん自身が、はい、もうコネクタダメだから全部直でハンダしなって言って修理する動画が上がってるぐらいで、はい、そうあれもよくやってますけど、そうコネクタ怖いですね、うん、これもカットかもしれないけどそうそうそう、G、はい、G 出てくる話はちょっとゾワッとしますね。あその確かに。しかもそれ裏返って、しかもそれって2回、2回もう1回送ってきたんですよ。同じ人でですね。同じ人が。あれこの名前見たことあるなと思って、あの名前検索すると過去のデータ出てくるので、まあ出てますよね、はい、でそれ見てみて、あの人だって言って、先にこれもしかしてと思いながら開けたらやっぱ出てきて、でそれをさすがにあのお客様のところに連絡をして。まず状況あの申し訳ないんですけれども、こういう虫が混在してしまうような状況にならないようにあの保持していただけると助かりますっていう。ああまあ言いざるを得ないですよね。 そうですね、そこまで言ったら、うん、原因は虫なので。あはい、どこに保管してたんだ。台所とかですかね。保管なんですかね。まあ、察し自分の中の想像ではそういう、まあ、お部屋なのかなって、まあ、いわゆるゴミ屋敷的な感じですよね。思ったことがありました。でも中に細かいのがバーってなんか、しかもちょうど黄色い筐体だったんで、もうすぐ、生えるんですよね。バーって袋の中が茶色くなるって、まあ、いろんなアンプちょっとモディファイしてやるねって言って、じゃあちょっと歪む方向でやろうかって言って、こう歪むふりに振ったモディファイして、うん、でその人に時々弾いてもらって言われるのが、はい、西田さん何も考えないでモディファイするとマーシャルになりませんかって言われてそう、いやでも、はい、確かにそうかもね、うん、マーシャルっていうか、まあ、ソルダーノが好きなんですけど、はいはい、ソルダーノ的改造マーシャルとかが好きなんで、うん、割とちょっとそういう傾向になっちゃうんですよね。でうちでよくやるんですけど、800とか1959のシングルチャンネルを切り替えの2チャンネルにするっていうのをよくやってて、それとかはちょっと若干ソルダーのリスペクトの回路なんで、うん、プリを切り替える。そうですね、プリを切り替える。で、あの表につまみ追加したくないんで、うん、裏にグリーンチャンネルをずらりと並べて、うん、やっぱライブあるとかレコーディングあるとかって言ったら、うん、プロアマ問わず優先したいんで、うんうん、ちょっとそこは寄り添ってあげたいっていうのがあるんで、いついつライブなんでって言われると、まあ、やっちゃいますよね。あのお医者さんと一緒でね、子供が熱出して夜って見てくれるお医者さんと同じ感じというか、うん、なんというか、そういうとこですね。その修理というか、メンテとかはその場で受けて、その場でできるものはできるだけやってるので、そうですね、めっちゃわかります。まあ、そうなんです。とは言ってもね、だいぶ溜め込んじゃってるんで、ちょっと順次やってきます。そう結構言われちゃうんで、 YouTube だってて大丈夫なんですかとか言われちゃうんで作業中ですって言われて、それは結構分けないとあれですね、いやでも YouTube も仕事なんでね、そうですよね、広報活動の一環なんで、うん、大事ですよね。修理してる動画が多くなったら、仕事してますというアピールで、だから結構その修理しながら配信はいいなと思ってやってるんですけどね、ちょこちょこ見てます。お客さんに、まあ、出しちゃってもいいよ、いいかなっていうものは言ってて、はい、というわけでですね、西田さんの方にですね、まあ修理のあるあるトークの方ですね、はい、ありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました、はいはい、西田製作所 YouTube チャンネルもよろしくお願いします。よろしくお願いします。これはカットしてもいいですね、はい
カメラ見るとね言っちゃうんですよね、はい、すいません